근데 혹시나 원래 마무리 혹시나 안 왔으면 개인적으로 갔는 이유 별로 비시즌 일본 갔을 거로. 오키나와 캠프 나이 나갔더라. 근데 시즌 오프 の時に 감독님이 아이니. 야야야야. 俺も오프 だから. 감독님들 박주인도 이제 오프라고 그런 거 싶다. 아닌 것 같아. 같이 밥. 뭐한 아. 그냥 빨리 가래 넣어. 인기 됐어. ありがとうございます。これ俺。あ、OK。これ내가。ちょ、あ、そ、ポポペ？あ、おお、今帰った。帰ってきたの？ドラッグ軍団で。え、帰ってきました。大きくなって帰った。ちょっと調子ね、もう。もうちょっと。はい。よかったよかったよかった。もう楽しみしかない。頑張って。열심히하라고。はい。じゃあ、ビデオ見て。はい。ブロードロバン？どこにや。うえ。頑張って、練習やって。はい。二軍で状態なんだ。二軍でさ、おるんだね。65位。65位。おお。頑張って。練習やって。あみ。ええ。今。今。はい。頑張ってください。練習やれ。ルミも帰ってきた。帰ってきた。ルミも帰ってきた。じゃあ、もう電車で。아이거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 아지금세준나왔다현준현준1군선수와가오가뭐얼굴이1군선수와민나すごいね한나이기분이안좋아한이산말을기가중이나지분노스타일들와카이토시마한테물어보지말고자이스타일들잖아아이게본인이받으면진짜예상못하잖아또出てないよ。こっち応援ベッティングボール飛んだんだけど。あ、いいよ、投げようか。ダメですよ。きついの練習。힘들어요。失敗。失敗。本当に。本当に。はい。一番やってきてないコーチ陣が揃っちゃったからね、練習。연습을가장안하신코치님들이모였는데 逆だからね。やってない人こそやらせるから。반대로안한사람들이더많이시킨다고코치가되면왜날찍어요 날찍는다고나는코치님운동한거한번도못봤다 지금되게열심히하십니다지금되게열심히이마이마이적이마가이지방에비할때어떻게먹어보면내주내주내주ファンの皆さんに、あ、はい、辞めるときに本当にファンの皆様にしっかりとした挨拶ができずに、辞めていったので、すごく自分の中でも申し訳ない気持ちがあったんですけども、ずっと今でもサムスンやっぱり愛してますし、応援してますし、やっぱ気になりますし、今年はちょっとこう残念な成績でしたけども、来年は本当にファンの皆さんを喜ばせるようなシーズンになると思ってますので、一時サムスンファンになりましたし、皆さんと一緒に応援していく気持ちであります。はい、まあ押してないですね。ドルジアン押した方がいいですね。いやでも本当に欠かさず見てます。あじドルジアン8番正面ペノちゃんこう防衛したね。やっぱ選手の性格が見えるし、素の顔が見えるし、はい、いや僕はあそこのロビーで何かを置いてあって、選手に何かこうやらせるっていうか、やってもらうあのシリーズが好きです。試合終わって出発で、バスで出発する時とか、ああいう時じゃないかなと思って見て。いや1年ですからそんなに変わってないですし、もう年も結構やっぱ離れてますから、本当に息子みたいな感じですけど、まあ僕も実際娘2人しかいないんで、もうこれだけ息子が本当にたくさんいる感じで、
本当は前の時はなかなかもサムスンに行きたくないという気持ちだったんですけど、うん、今回はあすぐ会いに行きたいなという気持ちになったんで、やっぱちょっと自分の中でも変わったのかなっていうところがあります、うん、明るく挨拶してきた選手は誰ですか今のドンジじゃないですか中盤のドンジ、もう一生しかしてないとは思えないような、普通一生だったらやばいなっていう雰囲気になるんでしょうけど、本当、うん、なんだろうね、なんか最多勝でも取った、タイトルでも取ったような、はい、もうやっぱり頑張んなきゃいけないのはチャン・ピルジュンじゃないですか、もうピルジュンもやっぱりずっとくすぶってますんで、もう本当にしっかりしなきゃいけないと、ピルジュンに対してはもうしっかりしろと言いたいです。あとペクチョンヒョンですね。何をしてたんだって思います、もう本当に FA でいい契約もしてもらって、本当にその年に頑張れないっていうのはもう本当にもうあったら怒りたいぐらいです。本当今年はもう旅行を控えてですね、野球のトレーニングしなさいって言いたいです。まだまだ稼げてない選手ですから、はい、ただ稼げるね可能性のある選手なので、ね、その時に返してもらえばいい話ですから、はい、何倍で返してくれるか楽しみです。なんか買えって言ってしまったらいっぱい買われちゃうんで、もう本当に計算するところまでちょっと我慢して待ってました、はい、もうすごい人格者でもありますし、本当にやっぱり現役の時代はもう韓国一のショートって言われてましたし、やっぱ野球を一番知ってるし、その勝負感っていうのもすごく感受性も高いと思いますし、本当に素晴らしい監督なので、きっと立て直して、韓国シリーズを制覇してくれると思ってますし、で一枚岩になってやってほしいと思います。だから陣馬さんは何も心配はしないんですけど、それを支えるコーチたちが僕はちょっともうちょっと頑張ってやってほしいなと思います。そうですね、来年はそのサムスンも韓国シリーズを制覇して、で今自分もチンジドラゴンズってところにいますので、ドラゴンズもなんとか日本一目指して、お互いがそういう成績になれるように、サムスンに負けないように自分は頑張りますし、サムスンも本当になんていうんですかね、ファンの皆さんがすごく今スタンドで応援しているシーンも見てますし、熱い声援がサムスンの選手たちを奮い立せてくると思うんで、これからもサムスンを愛してもらって、応援してもらって、背中を押してあげてください。自分のことも少しだけ覚えておいてください。